こんにちは、れいせんです。今日は9月15日土曜日になります。絶食153日目ですね。時間の方は今午前11時10分頃です。天気の方は曇りですね。今日は多分1日曇りでしょう。睡眠時間は今のところ4時間半っていうところです。尿回数はすでに5回出ています。そしたら、今日も同じ感じですね。トーヤミックスとトーカミックスで、基本1対1、1対1で割って飲む感じです。運動はするかちょっとわかんない。行きたくなったら行くかもしれないけど、多分行かないかな。まだ今日は行かない気がする。なんか、体が別に行かなくてもいいって言ってる感じがあるんですよね。あ、で、今さっきシャワー浴びたところです。ですね。で、あと何か言うことあったかな。ないかな。そうですね。紙パックの空のやつ洗ったのと、あとシャワー浴びたところですね。そしたら、早速1杯目のドリンク作っていこうと思います。絶食153日目始めていきます。1杯目作っていきます。トーヤミックスの方ですね。無調整豆乳を250と野菜1日これ1杯を250で、1対1で割る形。今後はずっとそういう感じでやっていくんで、この辺かな。で、野菜1日これ1杯ですね。250。これがうまい。たまらなくうまい。最高ですね。そしたら飲んでゆっくりしたら神棚やっていきます。2杯目取っていきます。トーカミックスですね。こっち先にしようか。で、今後に関してですけれども、顔につけてるアトピタと、あとはエタノールですね。頭につけてるエタノール。これは今のところは動画で撮影やってる時だけ、塗る時はもう動画で撮影することにしてたんだけど、だいたいこういう風にやってますよっていうのが分かったらいいかなと思うもんで、毎回全部取らなくてもいいかなっていう風にちょっと思い始めてるっていうか、そういう風にしようかなって思ってます。単純にめんどくさいってめんどくさいっていうのはそれだけなんですけど、これですね。エタノールに関しては一応時々ちょっとこうやってつけたくなったらつけるってみたいな感じでやっていくもんで、それ毎回全部これつける時に撮影するわけにもいかないもんで、それはちょっと大変だもんで、これは使い始めの時と、あと最後使い終わった空になった時ですね。空になった時のタイミングが分かれば、大体どのぐらいのペースで使ってたかっていう傾向は分かると思うもんで、時々こうやって頭にかけてますよっていう風なのが分かってればいいかなっていう風に今思ってます。そんな感じですね。だからこれつける時を全部撮影するっていうことはしないように、今後はしない。一応説明としては時々スプレーしてますよっていう、そんなだけ。そんな感じ。で、こっちに関して、アトピタに関しては、風呂上がり。1日2回ですね。朝と、夕方ないし夜の、風呂上がりにつけてますよ。っていうのだけ、分かっていればいいかなと思うもんで、毎回これつけるとき全部動画で撮影しなくてもいいかなと思うんです。あんまりその必要性もないかなと思うし、割と大変というか、ちょっめんどくさいかなとかめんどくさいんで、まあそこはいらないと思うんで、まあなんか、まあ、今後一応まあアトピタつけてますよっていうことだけまあ、風呂上がりにですね、そこだけまあ分かっていれば大丈夫ってところです。一応まあ今日は、まあ、今後ですね、今後もこのぐらいの量で、まあ、顔に風呂上がって、まあ、体が乾いたら髪の毛乾かしてるで、まあ、汗もあんまり出なくなってきたらつける、まあ、ちょっとぐらいですね、ちょっとぐらいつけるっていう感じで、まあ、やっていくですね。そしたらこれ飲んでいきます。もう一杯取っていきます。10日ミックスですね。ちょっと飲みすぎかもしれんけど、割とお腹いっぱいになってきたけど、なんかもうちょっと欲しい、心が欲しいって言ってるんで、250とアップル250あるかな、これ250、あれなんでないんだこれ、あれか、なんか昨日ちょっと足らんって言ってたかな、なんかちょっと変なのがありましたよね昨日。少し量がずれてたっていうか、豆乳の方がちょっとずれてたかな。まあいいや、これで一応まあ250ってことで250入れたっていうことにちょっと量は足らないけど、30ぐらい量足らないけど、まあいいや、250でまあ合わせて500、一応500ないけど、そしたらこれ取っていきます。糖化ミックス作っていきます。無調整豆乳と、あとファミリーマートのミックスフルーツですね。250ずつで作ります。この辺かな。で無調整豆乳250あると思うんだけどな、今、動画の編集作業途中まで半分終わったところですね。したら、休憩取ります。これ飲んでいき、ちょっと多いような気がするな、ちょっとなんか30、なんかちょっと多いですね、なんか多い気がするけど、30か40ぐらい多そうだけど、これ、無調整豆乳がちょっと多かったですね。多分どっかで250以上250以下ですね、入れちゃってたところがあったはず、覚えてないまあいいや、これ500で500にします。ちょっと多いけど、まあ多少のことはいい。そしたらこれ飲んでいきます。糖化ミックス作っていきます。ミックスフルーツ、ファミリーマートのミックスフルーツを250ですね。まあ今飲んだばっかだけど、ちょっと飲み足りないんで作る。無調整豆乳は250ですね。やっぱミックスフルーツとアップルはかなり美味しいですね。素晴らしく美味しい。まあオレンジも悪くないんだけど、オレンジは割と普通なんだよな。なんかうまいって思えるのはこのミックスとアップルですね。ミックスも最初なんかどうかなと思ってたけど、なんか飲めば飲むほどうまく感じるっていうのかな。飲めば飲むほど美味しくなるっていうのかな。美味しく感じる。そしたらこれ取っていきます。10日ミックス作っていきます。ですね。ファミリーマートのミックスフルーツですね。これを250。お、いいとこか。このとこかな。で、無調整豆乳を250ですね。今編集終わったとこですね。レンダリング入った。1時間ちょっとはまあゆっくりできる、ゆっくりします。いいとこでしょう。そしたらこれ飲んでいきます。10日ミックス作っていきます。無調整豆乳250と、ミックスフルーツ250と、無調整豆乳250。うわぁ、ちょっとありますね。とりあえずここで250で、さっきこれスプレーかけたもんで、頭にスプレーかけたもんで、ちょっと雫が垂れてくるんですけど、ちょっとなんかちょっと炎症の症状が出そうな感じがあったもんで、ちょっとシュシュシュってかけたんですよ、頭に。まあ、今後かけるところは撮影しないもんで、今動いたな、これ。撮影しないもんで、まあ、適宜やっときますみたいな感じですね。そんな感じです。そしたら、で、500になったもんで、で、ちょっとなんか余ってるんですよね。微妙に余ってるんですわ。これ入れちゃいますね。入れちゃうけど、まあ、割とあるな。数字としては250で計上。やっぱりこれ、紙パックの中に、ジャスト1リットルじゃなくて、1リットルちょっと、入ってるのかもしれないですね。まあ、メモリー自体が、パーレックスのところの250で、これ、ジャスト250ちゃんと入れられてるのかっていう、そういう問題もあるけど、いつも確実に250ちゃんと、入れてること、まあ、入れられてるのか、入れることができてるのかな、入れることができてるならいいんだけど、だったらまあここに1リットル以上入ってるってことだけど、わかんないんだよな。ちょっとまあ、あんまり正確ではないもんで、なんとも言えないですね。まあいいや。そしたらこれ取ってきます。10日ミックス作っていきます。オレンジですね。オレンジ。ファミリーマートのオレンジ。これ250。と。これで足らんのかな、量が。いや、そんなことないと思うけどな。250入ってると思うけどな。で、無調整豆乳を250。やっぱこれこう1リットルちょっと入れてくれてるのかもしれないですね。だからラストちょっとあれなんか足らんな。あれこっちが1リットル足らんな。250ないですね。なんかよくわけがわからない。まあいいや。あれさっきメモリ間違えたかなじゃあ。まあこんな感じでちょっと200、まあ500までメモリいってない。やっぱ30ぐらい足らないんで、さっき30ぐらい多かったんで、ちょうどいいですね。まあ、ちょうどいいやっていうことで。一応まあ250と250で500、まあメモリ少ないけど、500っていうことで計上する。もう、めんどくさいんで。そしたら取っていきます。トーヤミックス作っていきます。野菜1日これ1杯ですね。これ250あると思うけどな。250なんか微妙に残ってますね。最後に入れる。で無調整投入、無調整投入も250ですね。まあこのスタイルで当分やっていこうかなと思うんで。今アップロード中です。30分ぐらいかかると思うんで、そしたら、まあ、アップしたやつの確認作業ですね。確認作業、こんだけ残ってたんで、やっぱ1リットルちょっと入れてくれてるのかな、かもしれないですね。だから、最後、ラストはちょっと若干多くなる。20とかそれぐらい多くなるけど、まあ、そのぐらいはいいでしょう。5時半、6時、そこからアップした動画の確認して7時、うん、まあ7時か7時半ぐらいに終わるかなってとこですね。そしたら風呂入っていくってとこですね。うん、これ、飲んでいきます。トーカミックス作っていきます。無調整豆乳と、あとファミリーマートのオレンジですね。オレンジを250入れてきます。今、アップロード終わってアップした動画の確認作業ですね。確認作業を今やってる途中、飲みながらやろうと思うんで、やろうと思った。っていうか、ちょっとなんか煮詰まってる感じが少しあるもんで、うん、なんで、ちょっと飲みながらやる。飲むと、やっぱその煮詰まった感じが少し解消されるっていうのかな。消えるもんで。風呂入ったり、散歩したり、まあ庭でゆっくりなんか座って、ぼーっとしたり、風呂入ったりってやると、その煮詰まった感じが消える。仕事とかやりすぎちゃったりすると煮詰まった感じが出てくる。うん、頭が、まあ脳が疲れてるっていうのかな。脳と精神が疲れてる感じですね。煮詰まった感じがまあ出てくると思うんだけど、まあそういうのはやっぱり休憩。で、こういう風になんか、美味しいもの飲んだりとか、うん、あとまあ風呂入ったりとか、散歩とかすると、消えていく。うん、こういうの大事ですよね。そしたらこれ取っていきます。トーカミックス作っていきます。ミックス、ファミリーマートのミックスフルーツを250ですね。250と、こんなもんかな。と、あと、無調整豆乳を250ですね。うん。今、エタノールかけて、あとピタつけた、まあ、風呂から上がってからですね、つけたところです。したらこれ飲んでいきます。もう一杯10日ミックス作っていきます。ミックスフルーツを250ですね。やっぱ1杯だけだと足らないやっぱ美味しくて、まあ特に風呂上がりっていうのもあるけど、こんなもんかな。で、無調整豆乳250ですね。相当コップ汚いんだけど、もうなんか見慣れちゃった見慣れちゃったよ全然もう気にならなくなっちゃった。あれ少ねえな、足らないな、なんでだろう。これ1リットル入ってないのかなあ、分かんないだな。ちょっと正確に測ってみないと分からんな。なんかちょっと足らなくなるんですよね。まあでも30、まあでもいいとこか、いいとこですね。まあ大丈夫だね。そしたら動いちゃったかな。いいか。そしたらこれ取っていきます。10日ミックス作っていきます。合ってるよな、いいか。ミックスフルーツを250ですね。やっぱミックス美味しい、めちゃめちゃ美味しい。こんなもんかな。うまいっすよすごいうまいっすよ。まさにデザートって感じですよ。で、無調整豆乳を250、このミルク感、ミックスとミルク感ミルクの味わいっていうのかな、素晴らしいですね。素晴らしい。こんな感じで、そしたらこれ取っていきます。ミックス、10日ミックス取っていきます。ミックスフルーツを250ですね。ラストかな、ラストっぽいですね。ちょっとだけ、まあいいところでしょう。で、無調整豆乳を250ですね。ちょっと今回気づき全然ないですね。特に何も。こんなもんかな。いいところでしょう。そしたらこれ取っていきます。豆乳ミックス作っていきます。野菜1日これ1杯ですね。野菜1日これ1杯を250と入れてきます。今アマゾンで椿オイル買ってみたあさって、おそらくあさってぐらいに来ると思う。ちょっと椿オイル使ってみようと思います。っていうのもこの間前に話した本ですね。これですね。これ知ってはいけない衣食住の怖い話っていう船瀬俊介著ですね。徳間書店出版。これに椿オイルの話が出てるんですよね。っていうか出てるっていうか前に話しためったに洗わない自然体で石鹸シャンプーで洗うといいよって書いてあった本で、それ同じようにやってみたんだけど、まあ、私がやってきた時はものすごい勢いでハゲてったっていうやつですね、うん、それですね、うん、で椿オイルは私つけてなかったんですよね。つけてなかった、うん、だからちょっとつけてみようかなと思って椿オイルで今ネットでちょっと調べてたら、まあ確かに髪の毛にはいい、うん、ただ頭皮に油分が椿オイルのオイルが残ってると危ない、まずいよっていう話はあった。それだとまあ逆にハゲるよって書いてあった、うん、だからつけ方が大事だなと思うけど、つけ方に関してはこの本には何も載ってない、うん、ただ椿オイルをつけて回復を待ちますっていうことしか書いてない。具体的な使い方とか付け方とか注意点とかそういったことは一切書いてないもんで、その辺はネットで調べるしかないっていう感じですね。で付け方間違えるとハゲるらしいんで割とそこ重要すごい重要なところなんだけど、うん、まあネットで調べた限りでは付け方間違えるとハゲるらしいで、なんか真面目にちゃんとつけてもなんかそう効果がなんか得られなかったっていう話がまあ割と多いっていうかな、うん、まあみんななんかそういうほどなんかすごいなんか改善が見られたとか、うん、なんかそういう話はあまり出てこないんですよね、うん、ただまあ効果があるかもねみたいなニュアンスの、ただ効果がまあありそうだよみたいなニュアンスでは出てくるけど、うん、実際にそれですごく改善されたって話は出てこない。だから椿オイルは言うほどそう大したことはないのかもしれないけど、まあ、とりあえずやってみないと分かんないもんで、まあ、やるだけやってみようかなっていうのでちょっと買ってみる、試してみる。で椿オイル自体に殺菌作用があるらしいんだけど、殺菌作用って言ってもこの消毒用エタノールよりは高くないはずなんで、これ以上に高い殺菌性はまず持ってないと思うもんで、まあ、自然の油だから殺菌性って言ってもまあ知れてるだろうって思うんで、まあ、そこどうなるかちょっと分かんないんだけど、まあ、ただこの本では石鹸シャンプーに変えてで、まあ、めったに洗わない自然体でなおかつ椿オイルで回復を待ったっていうふうに書いてある。でその中のめったに洗わない自然体っていうのと石鹸シャンプーに関しては試した。椿オイルはでも使ってなかった。椿オイルはまあ知れてると思ったもんで正直、まあ、そこは別にいいかなと思ってそこは試してなかった。ただまあちょっと試してみようかなっていうふうに今思ってる。もしかしたら椿オイルが鍵なのかなと思ったんで、そのハゲを治す鍵になるのかなと思ったんで、ただネットで調べる限りそうでもなさそう、そんな効果はあんまり期待できなさそうな感じですね。大したことないっぽいっていうのかな、まあ、髪の毛がまとまりやすくなるとかツヤが出るとかそういうのはあるだろうけど、まあ、油だもんで。だけどその白髪が消えるとかハゲが治るとか、うん、そこまで顕著な効果はネット上では出てこなかった。なんか期待できるみたいなことは書いてあったところは書いてあったサイトはあったけど、期待できるっていうただ実際に試してみたっていう人とか、まあ、他のなんかいろんな、うん、内容のものを見る限りそんなことはないっていう感じでしたね、うん、そうつけ方がまずいとハゲるのは間違いないみたいだけど、きちんとつけたからといってそんな顕著な効果が出るっていう風な情報はなかったっていうのかな、うん、ただまあ薄毛とかに効く可能性があるみたいなニュアンスのものはあったけど、だからまあ知れてるっちゃ知れてるかなと思うんだけど、とりあえずやってみないことには分かんないもんで、なんでちょっとまあ試してみる、試してみようかなと思ってる、ですね。椿オイル、まあ、クレンジング、とりあえずクレンジングだけで試してみようかな。あんまりあれこれやるとどれがいいのか分かんないもんで、クレンジングで、頭皮のクレンジングだけでちょっと試してみる。それをしばらくやってから今度髪の毛に実際につけてとか、ちょっとどういう風にやるか分かんないけど、まあ、そんな感じで椿オイルもちょっと使っていこうかなと思ってます。そしたらこれ飲んでいきます。10日ミックス作っていきます。もうなんか止まらない止まらない、もう腹いっぱいになるまで止まらない、そんな感じですね。ファミリーマートのアップルを250ですね。こんなもんかな。250と無調整豆乳を250ですね。あ、跳ねた。そしたらこれ取っていきます。もう今日も残り5分ぐらいなんだけど、ラスト1杯作っていきます。10日ミックスですね。10日ミックス、水か。アップルを250ですね。こんなもんかな。で、無調整豆乳を250ですね。よし。そしたらこれ飲んでいきます。おはようございます。今午前9時半ですね。ちょっとゆっくりしすぎちゃいました。で、これから体重測定やっていきます。増えてますね。まあたくさん取ったのも影響がありそうですけど、ウエスト測っていきます。正面と側面ですね。と中。ちょっと汗出てるんで、ひっつくからあんま正確には出ないかもな。67ってとこですね。血圧測っていきます。109/75です。今日の結果報告です。今日は天気曇りでした。曇り一時雨かな、なんか少しだけ降った時がありましたね、確か。で、睡眠時間は4時間半ってところです。午前2時から6時までで、時々ちょっと起きたりしてたんで、30分引いて3時間半っていうところと、あと午前8時から9時までの1時間で、4時間半っていうところです。で、ジョギングとウェイトトレーニングは今日もなしですね。で、飲んだもの。野菜ジュースが 750ml。少ない。今日めちゃめちゃ少ないです。で、豆乳の方が 4250ml ですね。で、果物ジュースは、3500ml。果物ジュースが3500。豆乳が一番多いですね。次いで果物ジュース。野菜ジュースが今日はかなり少ないってところです。うん、昨日2000、3000、2000だったんで、全体的に、野菜ジュースはかなり少ないけど、他のやつも全体的に、豆乳がちょっと多くって、豆乳と果物はちょっと多いって感じですね。昨日に比べたら。で、合計が 8500ml です。昨日が7000だったんで、昨日より1500多いってところですね。9000までは行ってない。9000まではいかんかった。でもうラストのギリギリまでもうお腹いっぱいガンガンっていう感じで詰め込んだんで、それだけやって9000いかなかったっていう状態なんで、これはこれで万々歳かどうかわかんないけど、こんな時もあるでしょうっていう感じですね。で、尿回数は20回です。濃さの方はほぼ無色から完全無色、かなり薄め、あと普通に薄いっていうのとちょっとばらつきがあったっていう感じですね。で、量は平均的な量で、大体安定してた。大体同じ量ですね。出てたのは。そんなばらつきなかったです。で、大便はなしですね。で、おならは日中はなくって、夕方からちょっと出始めた。夕方わずかにあって匂いは少ない。ゼロではない。で、普通にしてる分には匂いわかんないんだけど、お尻のとこから風をこうやって鼻に送ると、ちょっと匂いがあるなっていうのを感じる程度ですね。で、夜もたまにありですね。夜もたまに、夕方より夜の方が多いですかね。夕方の時間帯ってそんなにないからあれですけど、夜で3、4回あったかな。で、匂い少しありですね。匂いも同じような感じ。夕方と同じような感じで、普通にしてたらわかんないんだけど、ちょっとこうやって風を送ると、ちょっとあるかなっていうぐらいの匂いですね。で、今日は野菜ジュースあんまり取ってないんですよね。750で3回しか取らなかったんで、朝11時頃と、朝11時10分頃と、午後5時20分頃、あと午後11時5分頃の3回ですね。この3回しか取ってないんで、ほとんどがもう10日ミックスなんですよね、今回は。午前11時40分から午後4時10分までの間で、1、2、3、4、5、6、7回ですね。7回ずっと取ってるし、で、午後6時20分から午後9時40分までで5回連続で取ってるしっていう。これだけ取ってても腸の調子悪くならないんですよね。もうはっきりしてきた。だからやっぱジュース、無調整豆乳単品とか果物ジュース単品で飲むと腸の調子悪くなる。悪くなったんだけど、なったはず。悪くなるんだけど、10日ミックス。ブレンドしてミックスの状態で飲むと悪くならない。不思議と悪くならない。確か無調整豆乳だけでガンガン飲んでた時悪くなったと思うんだよな。で、果物ジュースだけでガンガン飲んでた時も悪くなった。オレンジだけ良かったけど、オレンジはなんかあんまり腸の調子悪くならなかったけど、他はなんか悪くなってた。で、両方足したなら悪くなるように思えるんだけど、10日ミックスにすると悪くならない。腸の調子が全然悪くならないですね。全然っていうか、ほとんどって言った方がいいですね。おならの匂いが若干あるんで、でもお腹が変になんかゴロゴロになったりとか、なんか調子悪い感じがするっていうようなものはないんですよね。そういうものが一切ないっていうのかな。一切ほとんどない。ほとんどなんか一回ちょっとゴロゴロなんか音がしたような時が、今日じゃないけど前にちょっと一回あったけど、今日はなかったですね。そういうのも全くなかったんで、お腹の調子全然悪くならない。全然っていうか、まあ全然って言ってもいいぐらいですね。お腹の調子全然悪くならない。10日ミックス素晴らしいですわ。素晴らしい。うまいし。ミルク感でミックスとかの味わい、甘さっていうか、うまい、とろみがあるっていうのかな、飲むヨーグルトにちょっと近い部分もあるけど、そこから酸味を引いてミルク感を足したみたいな、うまくて腸の調子も悪くならない、調子がいい、素晴らしいですね。無調整豆乳取ってるもんで食に意識も向かないし、いい感じです。で、今日の気づき。今日の気づきは正直ないです。魂が若干回復したかなってちょっと思える時があったけど、あんまり回復してないですね、正直。若干回復したかなって思える時があった。なんでだろうな、何日間か経つけど、なかなかあんまり回復してくれない、魂が。だからイメージですね。一思考の作り込み、自分の望む姿をイメージする。宙に浮いてる状態っていうイメージすると、やっぱ少し反応はしてくれる。んだけど、やっぱちょっと反応が弱いっていうのかな。かなり弱い。できたら感情がちゃんと上がってくるような状態が一番思考の作り込みとしてはいいもんで、そこがベストなんですよね。なんでこんな急に上がらなくなったんだろうってちょっと不思議なんだけど、やっぱりなんかちょっと思考じゃないわ星回りの可能性がちょっと大きいかなっていう気がしている。で、大きくボーンって上がる時、人生の運がですね、っていうか状況がっていうのかな、すごく現実世界の状況が大きく変わる時って、大きく成長する時っていうのかな。状況が飛躍的に進化する時っていうのかな。そういう時って一旦ちょっと落ちるんですよね。運がちょっと落ちる。落ちてガーンと上がるんですよ。こういう風に来てガーンと落ちてガーンと上がるんですよ。なんかそういう傾向が今までの人生においてあった。なんか大きく上がるときって一時的に大きく下がる。トランポリンみたいな感じですね。トランポリンで高く飛ぶときって一旦こう下がりますよね。ピョンピョンピョングーって下がってドーンと上がるって感じですよね。あんな感じですね。大きく跳ね上がるときって一旦下がるんですよ。下がってから勢いつけてドーンと上がるみたいな。そんな感じですね。トランポリンみたいな。普通にトントントン、グッドカンっていう、そういうのがあったんで、もしかしたらそれかもしれない。大きく今ちょっと下がっているんだけど、これからドカンと上がるよっていうような時期なのかもしれない。そうやって思うと気分がいいんで、そう思いたいなっていうところですね。で、あとエタノール。はあんまりやっぱプラスになってる感じがしない。で、ちょっと頭皮が炎症っぽいようなヒリヒリ感があるときは、スプレーするとそのヒリヒリ感が収まるもんで、その時だけはプラスに働いてる気がするけど、それ以外の時につけててもあんまりプラスになってる感じがしないですね。で、つけた後、髪の毛ワシャワシャワシャでタオルで拭くんですけど、拭いた時のタオル見ると、大体5、6本ぐらい毛は抜けてる。それを少ないと取るのか、多いと取るのか、ちょっと何とも言えないんですよね。で、髪の毛って1日100本ぐらい抜けるっていうから、それを考えたら、5本ぐらいは普通だろうし、むしろ少ないぐらいかもしれないんだけど、で、若い時ってそんな5本とかでも抜けてたかな、抜けてない気がするし、で髪の毛見てもやっぱりなんかちょっと細い感じがするんですよね。あんまり太い感じはしない、細い感じがするもんで、回復そんなになんかエタノールをつけたからといって髪の毛にそれほどプラスに働いてる感じは薄いっていうのかな。ただ頭皮の炎症を少し抑えるぐらいっていうのかな、まあ見たところ。で頭皮の炎症を抑えるのはやっぱ風呂でシャワー浴びるのが一番なんですよね。あれがまあ、普通に消えるんで、ただ半日ぐらいするとまた出てくるもんで、やっぱ1日2回は、まあ、風呂に入らないといかん。シャワーで、まあ、湯で洗い流す。で炎症がその微生物の影響の可能性と、あと頭皮の、まあ、汚れですね、油分とかの汚れ、この可能性がある。だからやっぱ頭皮をきれいに清潔に保つことでやっぱ髪の毛の状態は良くなる、そういうふうに思うんですよね。ただ前に紹介した本とこれですね、衣食住の怖い話っていう船瀬俊介著徳間書店から出てる本ですね。ここに書いてあるのはめったに洗わない自然体ってあるんで、めったに洗わないっていう、少なくとも3日に1回とかだったらめったに洗わないとは言わないもんで、まあ、最低でも1週間に一遍だとめったに洗わないってギリギリ言えるかなってとこですよね。1ヶ月に1回ぐらいだとめったに洗わないって普通に言えると思うもんで、まあ、その辺がなんか妥当かなっていう気もする。で前ちょっといろいろ試してた時にもめったに洗わないっていうのを1週間に一遍のペースでやってたこともあったし、もっと幅広げて、もっと半月とか1ヶ月とかでもうほとんど洗わない状態で試したこともあったし、完全にもうシャンプーゼロにしたこともあったんですよ。いろいろ試した。いろいろ試したんだけど、なんか明らかにこれ効果あったなっていうような感じはないんですよね。ない。やっぱね、なんか、で、めったに洗わないっていうのは、逆に言ったら、頭皮の汚れが、すごくついてる状態なんですよね。油分とか、まあ、いろんな汚れ、ほこり、ちり、そういったものが、いろいろ髪の毛についてる。まあ、めったに洗わないって、シャンプーで洗わないっていうだけで、シャンプーとか石鹸で洗わないって、まあ、この方は石鹸だったんで、まあ、石鹸で洗わないっていうだけで、基本湯とか水とかで洗い流してはいるから、全然、綺麗じゃないよっていう、もう埃まみれだよっていう状態ではないはずなんだけど、ただ油分に関しては、やっぱ石鹸とかで洗わないと落ちないと思うもんで、まあ、多少落ちるかな、でも多少落ちるだろうけど、湯とか水使えば、でも石鹸に比べたら落ちは悪いと思うもんで、どうなのかなっていう気はする。ただめったに洗わない形で、まあ、この人は進めてるっていう、そのめったに洗わないっていうのもどのぐらいのペースなのかっていうのが分かんないんだけど、書いてないから。で椿オイルもちょっと使って、なんか回復を待つってあったんだけど、椿オイルの使い方もどういうふうに使ってたのかっていうのは詳しく書いてないもんで、ネットで見るとやっぱり使い方次第でハゲたりするらしいからそこ重要ですよね。どういうふうにやるかで変わってくる、話が変わってくるっていう一番重要な、まあ、ポイントになるかもしれないですよね。まあその辺もちょっと見ていけたらなっていうふうには思ってます。椿オイルのまあつけ方、まあ、要はあれも油だもんで、頭皮についたままにしとくと、まあ、まずいだろうなっていうのは、まあ、わかる。なんか栄養の元っていうわけじゃないもんで、油だもんで、油がつくのはやっぱり良くないんだろうな。まあ、頭皮の汚れを落とすっていうので、まあ、油つけた後に、油つけてマッサージした後に、まあ、綺麗にシャンプー、石鹸で洗い流すなら、まあ、いいのかなとは思うけど、ついたままにしとくとちょっとまずそうだなっていうのは感じた。まあ、そこだけ注意っていうところですね。あと、まあ、髪の毛にもちょっとなんか少量つけるといいみたいなのもあったんで、それはしっとりする。私の場合、この髪の毛の量でしっとりさせたらちょっとなんかすごく見た目にまずい気がするんだけど、そこも踏まえてちょっとやってみる。まあいろいろ試してみる。おそらく明日椿オイルが来ると思うもんで、なんでエタノールはまあちょっと今日までにしといて、明日は椿オイルちょっとやってみようかな。試してみる。椿オイルでちょっと試してみる。で、回復の具合を待つ。絶食した状態で椿オイルつけたらどのぐらい変わるのかなっていうのがわかるもんで。で、今、一応ネットで調べた範囲だと、椿オイルでそのハゲが治ったっていう話は正直ない。ない。変わらないっていう話しかない。で、逆にハゲたっていう話ならある。よくなった、ハゲが治ったとか、いう話はない。はい。ないんだけど、絶食してたらちょっと違うかもしれないんですよね。ちょっと違うかもしれない。何かなんか見えるかもしれないっていうのかな。まあ、試したいもんで試すっていう感じなんですけど、とりあえず試したいから試してみる。普通の育毛剤とかは、ちょっとなるべくちょっと使わない。値段が高いっていうのもあるし、まあ、それはあんまり実験しても、どうだろう。まあ、実験は実験で悪くないんだけど、まあ、すごく安くて効果の高い育毛剤が見つかったら、それはそれで価値があるもんで、基本育毛剤は高いし、まあ、割と普通だもんで、あんまり実験はしない。で、自然のものとか、結構ありふれたものっていうのかな。割と普通のものっていうのかな。エタノールなんかもそうですね。薬品としては割と普通のもの。で、あれは殺菌性があるっていうところで、まあ、実験してる。で、あと、椿オイルもまあ自然のものなんで、ああいうので実験する分にはいいかなと思うから、ちょっとそれでやってみようかな。やってみたい。椿オイル。面白そうというのがちょっと正直あるもんで、明日からですね。明日っていうか、いや、今日15日分で記録取ってるもんで、17日に来るから、明後日ですね。明後日。おそらく17日に来る。明後日ですね。まあ、届いたら、椿オイルちょっと使ってやってみる。で、肌も、顔にもなんかつけてもいいみたいなこと書いてあったんで、まあ、ちょっと、アトピタちょっと、まあ、やめるっていうか、一旦ちょっと止めといて、で、椿オイルちょっとつけてみようかなと思いますね。椿オイルつけたらどんな感じになるのか見てみたい。ちょっとやってみる。まあ、食べてる状態だとあんまり変化が感じられないかもしれないけど、絶食状態だとなんかあるかもしれない、変化が。そこですね。食べてる状態だと、その、椿オイルのプラス分と食べてる状態によるマイナス分が相殺されて、あんまり変化感じられないかもしれないけど、絶食してた場合、椿オイルのプラス分だけ、飲食、まあ、飲んだもの、ドリンクのマイナス分が若干あったとしても、椿オイルのプラス分が高ければ、プラスの要素が多いもんで、その分の効果として、なんか変化が感じられる可能性があるっていうのかな。まあ、そこを期待する。そんな感じですね。まあ、とりあえずやってみないとわからない。で、今日の計測時間は9時半、午前9時半。昨日とまあ大体同じぐらいの時間帯です。体重の方は 57.55 キロ、プラス 0.65 キロの増加です。今日はかなり増えた。まあ、取ってる量が多いもんで、この無調整豆乳の量が影響してるんじゃないかなと思う。かわかんないけど。あと、まあ、健康な体の状態。今、私自身がちょっと運動に意識をまあ向け始めてるもんで、それによって、まあ、思考の力で、やっぱ平均状態の体重に今持ってかせようとしてるのかもしれない。だからこれ、まあ、思考の影響かもしれないってことですね。で、BMI は 18.2、プラス 0.2 の増加です。体脂肪率は 9.3%、プラス 0.2% の増加。だから今日は体重と体脂肪率両方増えてるって感じですね。いつもなんかどっちか、体重増えても体脂肪率下がってたりとか、なんか体重が減ってても体脂肪率増えたりとか、なんかそんなんがあったけど、今日は両方増えてる。で、飲食物が多い時でも体重減ったりするし、体脂肪率も減ったりする。まあ、逆に増えたりすることもあれば減ったりすることもある。まあ、飲食によらないっていうのは、まあ、過去の実験結果から分かってるもんで、まあ、飲食が8500でまあ多いからっていうのはちょっと言い切れないけど、まあ、可能性がないわけでもない。その可能性が、ゼロではないっていうのかな。少なくとも無調整豆乳の量は影響してると思うもんで、まあそこも影響してた可能性が一つ。あとまあ自分自身が健康な状態を望んでるっていうのを、その思考のまあ力が働いてるって可能性が一つ。まあこのどちらかないし両方働いてるだろうっていうところですね。で、血圧の方は109/75。まあ大体最近のところに入っていると思います。うん、そう変わってないですね。血圧はまあ安定してると言っていいでしょう。ただ脈拍が76でやっぱり高い状態を維持してる。高い状態で安定してる。ですね。ここに関してはちょっとよくわからない。高揚感がまあ朝とか今あるわけではないんで、うん、やっぱこれは運動したらおそらく減るだろう。まあ運動してみないとわからないですね。今日はまあ明日分か。明日分で運動するかどうかちょっとよくはまだわからない。なんとも言えない。で、ウエストの方は67センチで5ミリの増加です。まあ、体重 0.65 キロ増えてるんで妥当なところでしょう。そんな感じですね。うん。そんなところです。とりあえず、まあ、飲み物に関しては今ちょっと、割と美味しいし、安定してるし、で、トヤミックス、トーカミックスの、まあ、良さっていうか、まあ、お腹の具合とかもまあ、大体分かってきたんだけど、うん、まあ、思考の作り込みとかにもプラスに働いてるし、今はこれが私にとって欲しいものっていうのかな。これが飲みたいって思えるものなんで、まあ、飲み物に関しては、まあ、現状このまましばらくいくだろうと思います。うん、途中でまあちょっと思い立ってちょっともっと絞ろうかなっていうふうに言い始めることがあるかもしれないけど、とりあえず今のところはまあ、精神休める意味もあって、うん、取りたいもの、まあ、取りたい量取るっていう感じで、まあ、こんな感じでちょっとまだ少ししばらくは行こうかなと思っています。そんな感じですね。うん。そしたら、絶食153日目完了です。それではまた明日。